いくら中卒だとはいえ、こんな初歩的なミスをするなんて、正直言ってお荷物なんですよ。早く辞めてしまえばどうですか。中卒の俺を毎日のようにバカにする年下御曹司、今日も無情に彼の放つ闇が突き刺さる。彼に嫌気がさしていた俺は退職を決意し、同僚たちに挨拶に回った。同僚たちは皆悲しんでくれて、辞める決意が緩んでしまうほどだ。しかし上司の反応で緩んだ決意はしっかり固まる。中卒にしては賢明な判断じゃないんですか。しかし社長は俺を退職に追い込んだ彼を責めたのだ。そして俺の元に社長から直接電話がかかってきた。給料は君の希望する額を渡そう。約束も与える。戻ってきてくれ。御曹司はこの時にやっと俺に10億の価値があると知ることになる。仏壇の前で手を合わせ、朝の支度を済ませる。行ってきます。俺は大木純一、最終学歴は中卒。両親が他界した後引き取ってくれた祖父母、早くそんな祖父母の役に立ちたくて、中学を卒業後すぐに就職した。俺はそこでずっと商品開発に携わり貢献してきた。今でこそ名の知れた有名な企業に成長したが、俺が入った頃はまだまだ小さな企業だった。毎日新商品の企画に明け暮れた。ああでもないこうでもない、いろいろ試行錯誤し商品の企画を述べる。それが通った時は本当に嬉しくて、自分の考えたものが商品として世に出る達成感は格別だ。こうしているうちに気づけばもう30年。俺は45歳になっていた。大木さん、おはようございます。おはよう。今日も元気がいいな。大木さんは元気じゃないですね。俺が辞めるの寂しいですか。まあな。お、大木さんにそう言われるなんて光栄だな。調子のいいことを言う彼はこの企画開発部の部下だ。飯島が入社したてのまだまだひよっこの頃から共に励んできた。今は良きライバルでもある。彼の発想は独自性があるし面白い。何度驚かされたことか。俺はてっきりこれからも高め合いながら会社を作り上げていくと思っていたが、それは俺の妄想で、彼はこの春会社を辞め独立するらしい。ある仕事終わりの夜だった。大木さん、これから時間ありますか。飯島の方から誘ってくるなんて珍しい。俺はなんだか嬉しくて、もちろんだよなんて二つ返事をする。程よく明るいオレンジ色のライトが店内を灯す。他の客の話し声がざわざわと響く。生ビールを2杯と枝豆をあてに乾杯した。飯島と飲むのは久しぶりだ。今日は2人ともよく酒が進む。そういえば大木さん、飯島は突然本題を切り出した。アルコールが入ったぼんやりとした頭で飯島の話を聞く。僕会社を辞めます。耳を疑った。もう一度聞き返しても変わらない。彼は確かに会社を辞めるとそう言ったのだ。さっきまで穏やかだった胸が騒ぎ出す。固まっていると、飯島は少し笑って続けた。会社を辞めて独立するんです。これから僕は社長ですよ。冗談を言うように楽しそうに告げる飯島。その言葉に複雑な気持ちを抱えてしまう俺はまだ子供だ。口ではおめでとうと言っていても心が追いついていない。ただ素直にすごいとは思った。俺はここに就職して以来、独立転職なんて考えたことがなかった。彼の行動力と決意にもう一度乾杯し、その夜は飲み明かした。彼の退職を聞いたすぐ後のこと、春から新しく赴任してくるマネージャーがいるらしい。柏村さん、俺より年下の御曹司だそうだ。春から結構環境変わるな。
そんな不安を背負いながらハロを迎えることになる。マネージャーとは言っても新しい環境だということに変わりはない。年下だということも分かっている。俺は少しでも柏村さんが働きやすいようにコミュニケーションを図ろうと努めた。だがその努力は無駄に終わる。大木さん、そんなこと言われなくても分かりますよ。僕大卒なんで。ここのコピー機は慣れていないと使いにくい。初めの頃は戸惑ったものだ。だから俺は新人にコピー機をうまく使いこなせるコツをいつも伝授した。もちろん柏村さんにも。その結果あんな風に言われてしまったわけだ。せっかくの人の行為を無下に扱われ、さすがに気分が悪かった。それだけではない。俺が他の社員と話しているとフラッと会話に入ってきて、そんな言葉遣い中卒の人くらいしか使わないんじゃないですか、などと嫌味を言う。赴任してきてからずっとこの調子だ。どこで聞いたのか、俺の中卒をバカにするためわざと会話に入ってくる。大木さん大丈夫ですか。柏村さんの言動さすがにひどいですよね。そうですよ。大木さんがどんなにすごいかも知らないで、私が言ってやりましょうか。大丈夫大丈夫。世の中中卒に対する意見は時に辛いものがあるからね。口ではそう言いつつもいい気はしない。俺のことだけならまだしも、柏村さんは俺の祖父母にまで口を出すのだ。今時そんなカバンなんて、なんだか家柄がうかがえますね。就職祝いに祖父母に買ってもらった上等な革のカバン、思い入れのある大切なものだ。そんなことを言われる筋合いはない。何ですかそのお弁当、戦後ですか。クスクスと笑って祖母の弁当までもバカにする。毎日よくそんなにも嫌味が出てくるなと感心するほどだ。さすがに答えた。純一、最近元気ないね。そうかな。そんなことないよ。祖母に言われるまで気づかなかったが、最近は食欲もなくなっていたのだ。そんな日々が続いたある日、事件は起きる。俺はいつになくぼーっとしていた。次の企画の資料をまとめて柏村さんに提出した。すると少ししてから柏村さんがなんだか嬉しそうに近づいてきた。大木さん、この資料ちゃんと確認しました？はい、内容ダメでした。内容も何もそれ以前の問題ですよ。一度自分で確認してみては。嫌味に笑う柏村さんから資料を受け取り見返してみる。そして俺は驚愕した。資料をまとめる順番がめちゃくちゃになっていたのだ。ここで勤務して数十年、こんなミス初めてでかなりショックだった。慌てて資料をまとめ返そうと柏村さんに謝り席へ戻ろうとする。しかし柏村さんがこれで見逃してくれるはずがなかった。他の人に聞こえるような大きな声で言い放つ。こんな初歩的なミスをするなんて、いくら中卒だとはいえ底辺すぎる。正直言ってお荷物なんですよ。早く辞めてしまえばどうですか。嘲笑うように俺を見ている。そんなこと言われなくても自分が一番わかっている。こんな単純なミスをするなんて商品開発部失格だ。俺は言い返す気力もなく、ただ席に戻り資料をまとめ直した。そしてその晩俺は退職することを決意した。柏村さんの嫌味にもかなりうんざりしていたし、遅かれ早かれこうなっていたと思う。ばあちゃん、俺会社辞めようと思う。そうかいそうかい。ごめんねばあちゃん。謝らんでいいよ。純一の好きなようにしたらええんよ。その日の夕食は俺の好きな親子丼だった。翌日お世話になった周りの社員に挨拶に回った。ホキさん、本当に辞めてしまうんですか。ああ世話になったね。
大木さんが辞めてしまったら、この商品開発部はどうなるんですか？君がいるから大丈夫だよ。思っていたよりも俺の退職を惜しんでくれる人が多くて胸が痛んだ。辞める決意が緩んでしまうほどだった。しかし柏村さんの反応で緩んだ決意はしっかり固まる。中卒にしては賢明な判断なんじゃないですか？最後まで嫌味な言い方だ。ここまで言われると逆に清々する。惜しんでくれた他の社員のみんなや同じ部のみんなが少し心残りではあったが、俺は会社を後にした。最後に歩く会社からの帰路、いつもより長く感じる。たまには感傷に浸りながら歩くのもいいだろう。今日柏村さんいつになく気合入ってるね。というかそわそわしてない？そんな会話が聞こえる中、社長が視察に入ってきた。皆さん元気にやってますか？社長は社員への挨拶を一通り済ませ、周りを見渡している。社長、何かお探しですか？いや、なんだか人数がかなり減ったような気がしたね。大木くんも見当たらない。ああ、大木さんですか？あの中卒底辺野郎は退職しましたよ。誇らしげに答える柏村。その言葉を聞いた瞬間、社長は血相を変えて怒鳴った。なんてことをしてくれたんだ！彼は10億の男だぞ！普段穏やかな社長の怒鳴り声、誰も聞いたことがない異常な事態に社内は静まり返った。社長は戸惑い、困惑する柏村に事情を説明する。うちの一番人気商品、君ももちろん知っているだろう。あの商品の原型のアイデアを出してくれたのは彼だ。柏村の顔はだんだん青ざめていく。他にもヒットした商品はほぼ全て彼のアイデアで生まれた商品なんだよ。彼がいなければこの会社はここまで大きくなっていない。自分がしたことの重大さに気づいた柏村はあーてふためいた。すぐに大木くんに連絡しろ。会社でそんなことが起きてるなんてこれっぽっちも知らない俺は、飯島に連れられカフェに来ていた。大木さん久しぶりです。元気ですか？久しぶりの再会に気分が明るくなる。元気だよ飯島、調子はどうなんだい？もうそんな焦らないでくださいよ。先に注文しちゃいましょう。飯島の言うおすすめケーキセットを2つとカフェオレを頼んだ。ここのチーズケーキめっちゃ美味しいんですよ。そう言われて食べてみると、しっとり滑らかで濃厚なチーズケーキだった。下のタルトも舌触りが良くてどんどん食べてしまう。どうですか？美味しいでしょ？ああ、スイーツなんて久々に食べたな。思わず口角が上がってしまうのを飯島は見逃さなかった。大木さん、実は甘党なんですね。俺のことはいいんだよ。そうですね、チーズケーキで大木さんの機嫌を取ったところでご相談があります。飯島は急に改まって話し始めた。大木さん、会社を辞めたとか。え、なんで知ってるんだ？なんて愚問だった。飯島は明るく社交的なので仲のいい社員が多い。そのうちの一人から聞いたらしい。聞いたところによると、大木さんが辞めてから立て続けにみんな辞めていったらしいですよ。新しいマネージャーが原因だそうです。そうだったのか。残していくみんなが少し気がかりだったんだよ。でもまあ大木さんをそうも簡単に手放すなんて見る目ないですよね。こんなにも優秀で僕の大尊敬する先輩なのに。目をキラリと光らせ俺の方を見る飯島。また調子のいいことを言うんじゃないよ。いや本当ですよ大木さん。単刀直入に言います。僕の会社に来てください。突然の提案に驚きはしたものの、それよりも胸の高鳴りが大きかった。何よりまた飯島と高め合いながら仕事をできるなんて、そんな嬉しいことなんてない。
返事はすぐでなくても大丈夫です。一度飯島の言葉を遮り、俺は勢いよく返事をした。もちろんだよ飯島くん、こんなに光栄なことはないよ。あまりの勢いに少し惹かれてしまったのではないかと心配したが、杞憂だった。飯島はパッと顔が明るくなり、席を立って喜んでくれた。やった、僕あの会社を退職する前から大木さんのことは絶対に口説いてやるって決めてたんですと。ではまたすぐに連絡します。ああ、ありがとう。飯島と別れて家路を急ぐ。早く祖父母に知らせたかった。足を弾ませながら歩いていると携帯が鳴った。画面には柏村さんの文字。今さら何の用だろうか。なかなか鳴り止まない電話に出ると、電話の向こうには弱々しい柏村さんの声が聞こえた。あの大木さん、その、はい。こんなに口ごもる柏村さんは珍しい。すぐに異変に気づいた。柏村さん、どうしました？何か不備でもありましたか？いや、そうではないんです。あの本当にすみませんでした。私、その大木さんがヒット商品の原案者だなんて知らなくて。あの柏村さんにこんな謝罪を受けるなんて想像もしていなかった。何と返していいかわからず黙っていると、次は社長が電話口で話している。大木くん、柏村くんから全部聞いたよ。君みたいな優秀な社員をこんな形で手放していたなんて、本当に申し訳ないことをしたね。ぜひ謝罪をさせてほしい。会社へ戻ってくれないか。まさか社長からそんな風に言ってもらえるなんて。自分も大した存在になっていたんだなと少し調子に乗ってしまいそうだ。でも会社へは戻れない。俺はもう飯島の会社への転職を決めているのだ。その旨を伝えると、社長は声色を変えて提案をする。大木くん、そう言わずに少し考えてみてほしい。今までの功績を称えて、給料は君の希望する額を渡そう。役職も君が望むなら与える。悪い話じゃないだろう。いつでも戻ってくれていい。本当にこんな好条件を前にされて棒に振る俺はどうしようもないな。そう思いながらはっきりと丁寧に断った。飯島には今度高いディナーをおごってもらおう。電話を切ってすぐに飯島にメッセージを送った。今度高級焼肉店に行こう。君のおごりで。すぐに返事が来た。高級ワインもつけますよ。くすっと笑い携帯を閉じる。夕日が赤く眩しかった。薄汚れたアパートの2階、家の鍵をガチャガチャと開け、小さな玄関で靴を脱ぐ。ばあちゃん、ただいま。純一、元気だね。なんかいいことあったのかい？後でじいちゃんも帰ってきたら話すよ。祖母はにっこりと笑い、夕食の準備を始めた。今日はサバの塩焼きだ。三人で食卓を囲む。魚をうまく返しながら、飯島の会社に誘われたことを祖父母に話した。二人とも、とても嬉しそうに聞いてくれていた。いい戦友を持ったな。大事にしろよ。ああ。おはようございます。おはようございます、社長。だから、社長じゃなくていいですって。このくだり、何回目ですか？二人でクスクスと笑いながら、仕事に就く。そろそろここでの仕事も慣れてきた。飯島くん、これからこの会社をもっと大きくしていこう。はい、負けませんよ大木さん。ライバルじゃないんだから。あれからも前の会社の社長や柏村さんから何度か電話があった。飲みに行こうやらランチに行こうといった誘いや、戻ってきてくれないかという嘆きの内容。その都度丁寧にお断りする。俺は今新しい会社で
尊敬する仲間と共に穏やかに働いている。脅かされるものは何もない。それは何よりも大切なことだ。いつかきっとこの会社を最新の代名詞にしてやろうと思っている。